お。いやそりゃ眼鏡も取れますよ、あんなことなったら。というわけでね、まあ、見事にね、配管がね、こうズボンと抜けてね、水浸しになったんですけど、まあ、なんでそんなことになったかっていうところが、これね、意外とね、ほとんどの人知らへんちゃうかなと思うんで、必ずね、最後の方に僕、それ、説明しますんで、見ていただければと思います。はい、こんな感じの、随分とね、もう古いですね。うわ、サビがすごい。外のサビもすごいでしょ、これ。塗装じゃないですからね、これ。はいはい、こんな感じでね。塩ビパイプカッター、うん、塩ビカシッとラチェット式で、ほううんうんうん、これやったら短すぎますもんね。そうそう、距離がこんだけで済むし、はいはい、うん、へえ面白い、うん、太めに巻いて、はい、でこの HI のネジってちょっと広めなんやわ。はいはい、ネジピッチが広いってことですか。そうそう、はいはい、口径が広いっていうかな、ゆるい、はいはい、私ここでこうくるっとちょっと太いところも作ってやる。あー、でないとちょっとガタが出ちゃうってことですね。そうそう、でもネジ山ないやんっていうぐらい巻いて、はいはいはい、へー、で締める。あ、なるほど。そうするともう途中からすぐ硬くなってくるし、はいはいはい、その硬い状態で最後まで締め込む。あー、うん、そうすると、はいはい、バゲッとがっつり効ける。ああ、そういう方法があるんですね。通常はこれはヘルメチックですか。そう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 。を塗る。はいはいはい。うん、こんなの。ありがとうございます。おお、いいですね。でこの一発目の指導っていうんですか、うん、一発水通すときはこういう、うん、まあ、浄水器は外しておくと。そうね、はいはい、ここに接着のカスがいっぱい詰まって変な出方してるし、はいはいはい、まあ何やったら今この状態で出すのが一番かな。ああ、ほな後が別につけたいだけですもんね、うん、そうそうそう。これも、はい、あのここにフィルターついとるから、あ、一番最初に出すとそこのフィルターに接着のカスが溜まるし、はいはいはい、ここについてますね、確かに。そう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 、あ、なるほど。ほなこれもちょっと後から出した方が、あー、なるほど、外してブワーって出してから繋いだ方が、はいはい、あー、なるほど、介入にフィルターがついてる。はいはいはい、でこれも静止この状態で、そう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 、はいはい、あの水止めるボールタップがゴムが噛んで水を止めへんようになるから、はい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 、あれも最後の方、もう全部こういう出せるところで先出して、はいはいはい、からトイレも、あ、ほんまやったらトイレももうあの止水栓で止めといた方がいいですかね。そうそうそう、でこれで現時点でこれでここも閉めましたし、ここも閉まってるんで、おそらくこれは石原さん、僕の配管が間違えてなければ水を出しても多分漏れはしないはずです。吹き出しても大丈夫です、僕はちゃんとあの奇跡の瞬間を抑えられる位置にいるので。はいはい、あ、漏れてきた漏れてきてますわ、一箇所。あかんやつやあかんやつですね、うん、仮出しやな、仮出しですね。じゃあここから別に一回出して減圧して、そうそうそう、はあ、あー、やっちゃってますね、うん、ねこれ、へえ、いやー、なかなかやっぱ僕は初回からうまいこといくことはないですね、うん、
これで次から大丈夫ですわ。お手間かけましたもん、すいません。さて、どうでしょうかね。開けてきますか。止水栓を開けて様子を見てみたいと思います。お、繰り返していけば、最終的には、しっかりしたものになるので、やっていきたいと思います。実は行く前からちょっと床も一回きれいにせなあかんなと思ってたんで、まあ、ちょうどいい機会ですよね。まあ、一回ねきれいにしようとは常々思ってたんです。例の原因ですが、接着剤でした。原因は接着剤です。で、これね、下水と浄水って接着剤違うんですって。っていうのも、今回使ったのは HI っていう、MB の配管なんですね、この紺色のやつは。で、その HI っていうものが、浄水って結局水をひねったらジャバーと出ることからも圧力がかかってますよね。で、圧力、要は耐圧の MB 管HI には耐圧の接着剤を使わないとダメだったんですね。これが間違いでしたね。で、これは耐圧じゃなかったんですよ。なので耐圧の接着剤を必ず使ってください。はい、塩ビの接着に関する注意点です。これは、プロの石山さんから教わりました。間違いない情報です。塩ビ側にね、こう接着しますよね。これを接着するんですけど、まず第一、ポイント、こういうね、継ぎ手とか、エルボーとかこう差し込んでこうすると思うんですけど、この時の差し込みしろっていうのは、25mm 入るようになってます。なので、ここには 25mm きっちり入るっていうことを前提で長さを取っていくとのことです。なので、僕はこれ差し込みしろが何 mm なのかちょっとよくわからんと適当にやってたので、なおさら差し込みしろ自体がすごい少ないところがあって、で、当然接着不良で外れるということが起こりました。なので、差し込みしろは 25mm きっちり取って設計をしてください。まあ、計算っていうかね、メジャー測るときの話だけですけどね、ここを10センチ隙間を取りたいのであれば、こことここのソケットでそれぞれ25mm 入るので、合計で 15mm、じゃあ 150mm ですね、 150mm で切ると、まあ、それだけの話です。で、次に接着はもちろんその耐圧の耐衝撃は書いてあったかな、まあ、とにかく耐圧の、HI 用の接着剤を使うのがもう基本です。はい、僕はその基本を知りませんでした。で、次にこう塗った時に、結局接着剤がこの塩ビ同士をこの溶かして、溶着させてこうつくということなんですけど、一度接着剤を塗って溶けてしまった状態でこれを乾かしてもう一回つけ直すと、失敗したからとなっても、この塗られた接着剤の上からもう一度接着剤を塗っても溶けないそうなんですよ。なので、もう失敗した時は潔く切ってやり直してくれということです。はい、接着ミスの場合は、再利用不可ということです。はい、まあ、基本もなんか意外とこれぐらいらしいんですけど、ここさえ守っていれば、僕のように床の掃除が進むこともないので、ここの 25mm の差し込みと、適切な接着剤と、失敗をしたときは、もう潔くやり直すというところを、気にされるといいかと思います。ね、こう、なんていうか、まあ、塗る量なんかもね、ありますけども。はい、でちなみに石原さんは塗り忘れを必ず防止するという意味で、透明ではなくて、わざとちょっと不細工やって言うたりましたけど、白い接着剤を、使うようにされているそうです。はい、まあ、そのようなことでですね、塩ビの作業にもこう基本がありますてというお話でございました。はい、この HI って書いてあるやつが、この水道の、うん、あ、この耐衝撃性って書いてありますもんね。わ
なるほど。写真であの